千年以上生きた魔法使い。 Oh my god。This has to be a memory. Flamme. Yep. Sensei. Nanda. Sensei は本当に卑怯だと思ってるの。フリーレン、バザルトの最後の言葉は覚えてるか？覚えてない。あいつらは言葉で人間をたぶらかすんだよ。そうだ。But that is a demon, I'm assuming. 言葉を話すだけの魔物に過ぎない。Yes. それが私が魔族と呼ぶ者たちの正体だ。Oh, she gave them that name. 卑怯だ。ならば私たちはそれ以上の卑怯者になればいい。それで魔族を根絶やしにできるのなら、私は喜んでその汚名を着よう。Oh. So her master, her sensei gave her all that.Will and hatred towards demons. Nice. She's been taught well. A powerful mage. It's Feren, obviously. Or Fern. Or Aura. It's a demon killing magic. So, Dama. Danga Freeren was Buji de Osumai. Yatsu Imagoro. Aura Sama to Tatakatiru Hazda.前回は勇者一行のせいで撤退を余儀なくされたが、今はもう彼女を守る勇者たちは存在しない。確かにフリーレンは我らの脅威だ。だが魔力はアウラ様に遠く及ばず。Really? 正面から戦えばフリーレンは必ず負ける。ならフリーレン様が勝ちますね。あの人は魔族と正面から戦うような真似は絶対にしません。必ずアウラを欺いて殺します。 Oh, I love the confidence. いつだってやつ、早々のフリーレンは我らを正面から。なんだこの違和感。小娘の脆弱な魔力、私は確かにこいつの迅速な魔法の物理に押し切られた。 He's amazing. だがなぜ魔力切れを起こさずそんなゲートができた。そうか、まさかそんなことが。What is it? フリーレンも同じなんだな。卑怯者め、お前たちは魔法使いの風上にも置けない。 What? それはフリーレン様が一番よく分かっていることです。 Either I'm stupid or they didn't explain it well. I don't understand. So she does something. ひでえありさまだな。エルフの集落か。So demons killed all these elves. Oh, basalt. Damn, he looks cool. 集落を潰しに来たってところか。こいつを殺したのはお前か？そこの死にかけ。Bro, Freyren killed him before she was her student. すごい魔力だ。お前強いだろ。魔族と正面から戦ったのか。Wow. くだらねえ。とんだバカだな。どうして正面から戦いたがるかね。逃げる、隠れる、不意打ちする。いくらでも選択肢はあるだろうが。強い魔法使いの気持ちはわからねえ。わかるはずだ。は？あなたには私の気持ちがわかるはずだ。あなたの方がはるかに強い魔法使い。Look at the size of the man. She's どうしてそう思った？なんとなく。お前、名前は？フレレ。集落はどうなった？So what does she do? 女子供も皆殺し。That
makes her not use too much mana. So that was her actual village. Damn, that's crazy. So she hates them even before she taught her to hate them. They killed her whole village. それに分かっているはずだ。私が通りかからなければお前は死んでいた。お前は集落も守れなかった上に死ぬところだったんだ。文字通り無駄死にだ。追ってだな。わお。お前が殺した将軍より強いぞ。Oh my god, they're even stronger than the general. Aura? The fuck? 面白いよな、こいつら。直前まで魔力を完全に消して闇討ちする気満々だったくせに、oh、my, yo, they look really strong. こっちが魔法使いと分かるや否や堂々と姿を現しやがった。こいつらは卑怯で狡猾だが同時にどいつもこいつもくだらねえ魔法への誇りを持っていやがる。人間の魔法使い、そのエルフの女を置いていけ。そうしたら見逃してくれんのか。エルフを皆殺しにしろ。それが魔王様の命令だ。お前の命などどうでもいい。そうかい。She's playing them. フリーレン。確かに私は強い魔法使いの気持ちが痛いほどよくわかる。こいつらの気持ちも手に取るようにわかるさ。今まで研鑽してきた自らの魔法に対する自信と信頼。要するにクソみたいなおごりというか。She is a mi- Oh my god. What? Oh my god. フリーレン、お前と違ってこいつらは私を雑魚と判断したらしい。Holy shit. こいつらは格上の卓越した魔法使いだ。些細な油断で She killed all of them? All three? 放出する魔力を制限して強さを誤認させた。おお。相手が認識した魔力の誤差で欺いて殺す。おお、That's what Fern did. 愚弄した卑怯で最低な戦い方だ。Oh, that is fucking clever.Yo, this is so fucking. This is an interesting way to show how mages work and fight. This is amazing. I've never seen that in any anime before. The way magic is used and studied and everything is so interesting here.私もだ。けれども私は魔法が好きで。私も好きだ。だから魔法を愚弄するような卑怯者は私たちだけでいい。修行って何をすればいいの？体外に放出する魔力を十分の一以下に抑えてみろ。One ten。さすがだな。よく制御できている。この程度エルフなら誰でもできるよ。あとは並行して基本訓練だ。基礎的な魔力を。This is so cool, man. Just watching her train become what that monster she is. ところでこの魔力の制限はどのくらい続ければいいの ？Forever. あまり長いと疲れるんだけど。私と同じくらい。一生だ。For life. お前は一生をかけて魔族を欺くんだ。Oh my god, I love this. リュグナーが死んだわね。これで首切り役人は全滅だ。失敗したね、アウラ。She still has this army, I think she... 残念だわ。でもここで仕留めるのは、戦果としては戦果としては十分。あなたはこの戦いで、たくさんの不死の軍勢を私の支配下から解放したわね。この私の前で、そんなに多くの魔力を消費して大丈夫なのかしら。Now we know her like 服従の天秤、天秤に互いの魂を乗せ、
より魔力の大きい方が相手を服従させる。こんなリスクの高い魔法を扱えるのはアウラの絶大な魔力があってのこと。But she doesn't know how much mana you got, right? 魔力は基本的に鍛錬を積み重ねた年月に比例して増加していく。溢れ出すアウラの魔力から伝わってくる。アウラが500年以上生きた大魔族であること。その生涯のほとんどを鍛錬に費やしたこと。500年か。500 years。魔族の中でもかなりの長寿だ。今まで敵なしだったのだろう。体外の魔力の量だけでもこれだけの情報が手に入る。それでも魔族は魔力を包み隠さないし。Nor can they. They can't do it. Oh. 哀れだ。Oh wow. So she can't hide it. Like, Quirin. 先生。魔族ってずる賢いんだよ。Looks like it's ancient Greece. Like how they're dressed in this whole area. できねえのさ。魔族は個人主義の世界といっても、人類と戦うための最低限の組織的なつながりを持っている。組織に必要なものって何だと思う？秩序かな。そうだ。要は組織をまとめる偉いやつが必要ってことだ。人の場合は、例えばこの国の連中は地位や財産で偉いやつが。That's true, not by actual power. あの宮殿から出てきた身なりのいいのが偉いやつだ。人の偉さは分かりづらい。だからああやって着飾って見た目で分かるようにするんだ。魔族は違うの。奴らは自分たちが魔物だった頃と何も変わっていない。Just by mana。強い奴が偉いんだ。人よりずっと分かりやすい。強さってのは見れば分かる。魔力だね。奴らにとっての魔力は人にとっての地位や財産だ。尊厳そのものと言ってもいい。隠密の手段として一時的に魔力を制限することはあっても。常日頃から魔力を制限するバカなんて存在しない。どこぞの貴族が。Brad, this is so interesting. It's crazy. I'm fascinated by how magic and mana works in this anime. そして魔力の低い連中に尊厳が与えられるほど魔族の世界は甘くない。だから力の強い魔族ほど必死に魔力を誇示するんだ。奴らにとっては。常に魔力を制限するメリットなんて皆無だし、そもそもそんな発想すらない。They look cool as fuck, dude. 哀れだよな。人が地位や財産に縛られるように、魔族は魔力に縛られている。奴らは魔法を誇りに思い、誰よりも魔法が好きなのに、己の魔力すら自由にできない。They can hide it, but they can't control it. フリーレン、魔族じゃなくてよかったな。そうだね。おかげで魔族を欺ける。魔力の制限を始めてから3年か。私の見込みは間違っている。She's in full control. Oh, it's even less now. フリーレン、まだ魔法。Look at her getting older. 突然どうしたの先生？ほどほどかな。お前はずっと昔、魔法が好きだとはっきり答えた。たった50年前でしょ。そうだな。Jesus. I mean, she did age well, huh? 50 years? 私はお前に戦いのことしか教えなかった。復讐のための魔法だ。後悔しているの。いいや。お前に私の魔法を託してよかったと思っている。What an amazing mage, man. いつか魔王を倒せるほどの高みにたどり着ける。I want to see that battle so much. 一つ頼みがある。何？私の墓の周りは花畑にしてくれ。似合わないね。そうだな。フリーレン。私の一番好きな魔法は、綺麗な花畑を出す魔法だ。小さい頃両親が教えてくれてな。魔法が好きになったきっかけだ。その魔法を教えてよ。
いいか、フリーレン。歴史に名を残そうなんて考えるなよ。目立たず生きろ。お前が歴史に名を残すのは魔王をぶっ殺す時だ。So that was like her dream for her. She did it. Now she lived on her own this whole time. Demon dogs.This is amazing. She's building her own house. Oh, wow, that's a nice creature. What the hell? Oh, she built. Oh, I thought she's building that. So the village that was next to her is like a whole city now, or a town.First encounter. この森に長く生きた魔法使いがいると聞いた。それは君か。長く生きたと言っても、だらだら生きていただけだよ。She's been chilling in the same area her whole life since that. What's her name? I forgot her name. She died. Her sensei. 魔力は私の5分の1くらいですね。まあまあといったところです。You have no idea. 帰りなよ。まあまあの魔法使いに用はないでしょう。いや、君は僕が出会ってきたどの魔法使いよりも強い。He knows. どうしてそう思うの？ Just a feeling. なんとなく。アゼリウス。Fuck, I want to see more of these shots. What the hell did she do? Oh, she's weighing them on that balance. 今にわかるわ。早々のフリーレン。I love that name. 80年ほど前に初めて表舞台に姿を現し、勇者一行とともに魔王様を倒した謎に満ちた年齢不詳のエルフの魔法使い。でも。あなたがどれだけ長く生きた魔法使いかなんてどうでもいい。あなたの魔力が全てを物語っている。手に取るようにわかる。あなたは優秀な魔法使いだけれども、魔力自体はそれほどでもない。An impressive. 鍛錬を積んだのはせいぜい合わせて100年程度。しかも80年前と大して変わっていない。Oh, you are gonna get very surprised. それともダラダラと生きていたのか。どちらにせよ、私には遠く及ばない。She can use a sword. 私の勝ちよ。あとはこの私直々にあなたの首を落としてあげる。これならフリーレンの魔力を消耗させるまでもなかったわ。少し警戒しすぎた。武士の軍勢もだいぶやられちゃったし、後で補充しないと。なんだ。Oh yeah。天秤がフリーレンの方に傾いていく。私の魂を天秤に乗せたな、アウラ。正直このまま軍勢の物量で押されていたら危なかったけれども、お前が自分の魔力に自信を持っていてよかった。Oh my god, she played her. どういうこと？もう気がついているはずだ。私は魔力を制限していた。お前は見誤ったんだ、アウラ。And you're fucked now.そんなはずはないわ。それならこの私が見逃すはずがない。あなたの魔力には制限特有の不安定さもわずかなブレもなかった。驚いた。魔族はそこまで正確に魔力を観測できるのか。先生のやり方は正しかったみたいだ。
私は生きてきた時間のほとんどを魔力を制限して過ごした。この状態が自然になるほど。バカじゃないの？なんでそんなわけのわからないこと。So pointless. It worked perfectly. バカみたいだ。でもお前たちに勝てる。Let's go. Oh, Aura did not like that. 私は500年以上生きた大魔族だ。アウラ、お前の前にいるのは千年以上生きた魔法。Oh my God! Oh, she lived over 1,000 years. Bro, what the fuck? She's gonna break the scale. Oh, you saw those eyes?お前は魔力で魔族を欺く。アウラ。Bro, it's not even working. 自害しろ。Yo, that is the best way to do it. What the hell? ありえない。この私が。Oh. Oh my god! Oh my fucking god! What is... what? Over 1,000 years. Damn! Though that mana was fucking everywhere. For some reason, I don't think that's her full power. I think she just wanted to let loose a little bit. That's nuts!Oh my fucking god.